おはようございます。2023年5月25日木曜日午前8時22分を回りました。もうね、通勤してます、通学してますって方もね、いらっしゃるんではないでしょうか。もうね、仕事終わりました。今から帰りますって方もね、いらっしゃるかと思います。皆さんお疲れ様でございます。窓からね、外を見ると、今日はね、少し曇っております。天気予報もね、ずっと昼間、曇りで、夕方、夜からね、晴れるという天気予報に変わってますね。で、明日金曜日は、一日ずっと晴れという良い天気になっております。はい、まあね、台風2号ですか、台風2号の、勢いが大きさが強くて、大変だということで、まあ、沖縄地方に進んでるんですけどね、まあ、これが、日本列島の方にやってくるのかということでしょうね。まあ、来週が大変になるのかなと思いますけれど、何事もね、大きな被害がなければ、いいなと思っております。はい、まあね、昨日ね、嬉しいニュース、楽しいニュースが入ってきましたね。ホンダが、F1 復帰するということで、アストンマーチン、アラムコ、コグニザント、フォーミュラー1チームに、パワーユニットを提供しますというニュースが流れましたね。はい、良いかと思います。2021年に、撤退したのかな、 F1 からね、ホンダは。でその後、まあ、F1 の方が、なんだ、内燃機関と電動機関、ハイブリッドの比率を5対5にするという、発表があって、これ2026年から適用されるのかな。それによって、まあ、なんか脱炭素化に向かって F1 も進んでるんで、まあ、ホンダの企業理念というか、ホンダが取り組んでいる脱炭素と合致するんで、また復帰しますという発表がありましたよね。もう世界の流れはね、もう脱炭素ということなんで、まあ、F1 もね、脱炭素化してもまだまだね、人気はありますしね。まあ、F1 で試した技術が市販車の方にも生かされてくれば、ますます脱炭素が進んでいくんではないかなと思うし、モータースポーツもね、これからはね、ハイブリッドの割合がどん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 脱炭素化していけば、将来的に 100%、まあ、電動 F1 マシーンというのがね、誕生すれば、まあ、電動でどのぐらい速く走るんだろうというマシンもね、まあ、見てみたい気もしますよね。まあね、うちの大谷家は昔からね、ホンダにはお世話になっております。まあね、うちの父親がね、スーパーカブ、ホンダのスーパーカブに乗っていたんですけれど、私もね、沖縄にいる時にね、実家の方から船便でスーパーカブを送ってもらって、そのバイクに乗ってね、通学していたことを覚えてるんですけれど、結構頑丈なんですよね。で、壊れても結構部品が流通してるんで、まあ、安い値段でね、修理してもらえるっていう、ところが結構いっぱいあったんで、スーパーカブは良かったですね。はい、まあ、うちの父親はね、バイクが好きで、その昔陸王というね、バイクに乗っていたっていう話も聞いていて、写真見るとね、その陸王の大きなバイクの横に親父が立ってる写真もあったんですけど、まあ、そのスーパーカブをはじめにして、まあ、ずっと車なんかもね、ホンダの車に乗っておりました。はい、今弟がね、ホンダの NBOX N1 か、に乗ってるんですけれど、まあ、ホンダ車はね、なんか、安定感がある、安心感があるっていう感じで、昔から、好きな、メーカーでございます。まあね、F1 参戦ということで、3年後、ね、3年後がね、楽しみになるなというところでございます。はい、皆さんもね、好きな車メーカーなんかございますかね。はい、まあ、楽しみにしていきたいと思います。はい、ちょっとね、また喉がガラガラになってきましたんで、今回の放送はこの付近で終わりにしたいと思います。今日もね、一日楽しく前を向いて、過ごしていきましょう。それでは今回はこの辺で失礼します。